はい、こんにちは。まやチャンネルの前原です。はい、マインクラフト PC 版続きやっていきたいなと思いますね。前回ね、天空トラップタワーちょっとまで作ったんだけどさ、ちょっとだけ作ったんだけど、パパ収録外で頑張ったね。収録外で結構作りました。こうね、水の流れ、これドバーっとあるでしょ。この上の部分湧き層なんだけど、エイシン君が今いるとこね、湧き層からこうモンスター落ちてきて、でこれで下に流れてって下で落ちるっていう感じですね。あ、すごい。で、湧き層まだ作ってる最中です。ということで、ここの続きをですね、今日は作っていきたいなと思いますね。どうやってやるの？あれは。ん？降りるとき。降りるときは真ん中から降ります。真ん中、真ん中穴で落ちちゃって大丈夫なの。下にね、水引いてあるから。そうなの？じゃあちょっと遊んでみる。遊んできて。パパ見てるよ。えちゃんが落ちるとこ見てるよ。その上からボーンと落ちちゃっていいんだよ。そうなの？で、とりあえず。お早い。で、このまま、下に、ドボンと、落ちると。うわー、エイシンくんが、うわー、エイシンくん大丈夫だった。すごい、ダメに行かなかった。そう、下に今水敷いてあるからね。はい。本来ならつけないでしょ？そう、本来ならつけないです。そこにホッパーとかが来るわけですね。なるほど。はいはい。じゃあ、パパはこれ、作っていく上。うん。やばいやばい、夜のレイちゃん。とりあえず降りた。レイちゃんは、はい、下まで降りた。うん、じゃあ一旦寝よう。はい、一旦寝て、レイちゃんも寝て、うん、そのベッド持ってきてください。あ、そう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 、はい、よかった。いやー、なかなか大変だね今日は。うん、僕にとっては大変じゃないけどね。なんでよ、手伝ってくんないんかい。わあ、これ全然足んないな。えちゃん、もしかしたらえちゃんはやっぱり下で採掘してもらった方がいいかも。まさかの。これで2層目予約完成か。結構かかるなこれ。え、これ2層目完成だよね、予約で。わっ、おい、やろう。ついでる。この野郎、決闘だ、決闘だ、決闘だ、どりゃ、やばいやばいやばい、マジでやばいから、それマジでやめよう。死ぬから、どりゃ。やばいから、やばいから、パパ死ぬ死ぬ死ぬ、マジで死ぬから。ダイヤモンドでとどめちゃってやる。ダメだって。いくな。マジでやめて、マジでやめて、じゃマジでやめて。やだ、マジで死ぬ。じゃあ最後は素手で生かしてあげるよ。いや、だからダメだって。とりあえずパパも降りるよ。うへい。いけない。寝ようか。何、いけない。そこから眠れば。寝よう。やった。結局寝るっていうね。結局寝るだね。うわ、また合体だ。じゃあまずハーフブロック作んないとね。うわ、ひねをぶつかんだ。
うん、今こう松明設置してんじゃんね、うん、この松明後で回収するの大変じゃないと思わない？そうだね、すごい狭いところにあるじゃんね。でも大丈夫なんです。どうやって水を流せば？そういうことですね、水が流れちゃうからね。水を流してパパパパ、はい、ということでですね、今回はこの辺りにしたいなと思いますね。はい、ちょっとね、本当はこの脇層完成させたかったんだけど、うん、残念なことに、4層までが限界でした。ちょっと1時間しか今日時間なくてね、うん、1層作ってたんだけど、この3層を作るのが手一杯だった。あ、まあ、途中でなぜか決闘もしたしね決闘もしたもんで、うん、ちょっと時間がね、無駄に過ごしちゃった部分はあるんだけど、あと1層は、パパ収録外で作っていきたいなと思います。なので次回は回路の完成、うん、回路の完成としたホッパー設置をしたいなと思います、うん、はい、はい、ということで今日の動画もしよかったなとか気に入ったなと思った方にいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。あ、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そして今回のおすすめ動画いつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、よろしくね、ということでごめんちゃん流れてった。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。ボシャーン。あー、ちょ、やめて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 